宇宙よりも遠い場所は、マッドハウス制作による日本のテレビアニメ作品。略称は、よりもいい。2018年1月から3月まで ATX、東京 m x 他にて放送された。2017年7月2日に、ロサンゼルスで開催されたアニメエキスポ2017で制作が発表された。監督は、石塚、敦子、シリーズ構成。 脚本は、花田時、アニメーション制作は、マッドハウスといった、ノーゲームノーライフチームが手掛ける、オリジナルアニメ作品である。タイトル名は2007年に、昭和基地に招待された元宇宙飛行士のモ守が、宇宙には、数分でたどり着けるが、昭和基地には何日もかかる。宇宙よりも、遠いですね、と話したことに由来する。アニメ制作にあたっては、文部科学省。 国立局地研究所、海上自衛隊、白瀬五5 0 0人が協力している。国内パートでは主に、群馬県立林市が物語の舞台となっており、東部伊勢崎線や、森寺前駅、立林駅、白沼、立川駅が登場する。また、6話目の舞台はシンガポールになっており、シンガポールチャンギ国際空港、マーライオン公園、マリーナベーサンズが登場し、 劇中では屋台で海南取り飯、ドリアンを食べるシーンもある。2018年12月、ニューヨークタイムズ市において、2018年最も優れたテレビ番組の海外番組部門の10作品の一つに選出された。第22回文化庁メディア芸術祭アニメーション部門審査委員会推薦作品。二代目知らせなお、2021年2月1日より、 作品の舞台となった群馬県の地元放送局である群馬テレビでは初となる放送が行われる予定となっているが地元での放送決定を祝う形でファン有志が番組スポンサーになることを局側に出しファンや立林市内の飲食店などが応援する会として CM を制作して放送することになっている一般的なスポンサーは企業や団体であり ファンからの依頼は珍しいとしている。良い帳目めによるコミカライズ作品が月刊コミックアライブにて2018年2月号から2019年4月号まで連載された。ラジオ宇宙よりも遠い場所南極よりも寒い番組は2017年12月28日から2018年4月5日まで夫泉にて毎週木曜に配信されたウェブラジオ。パーソナリティは 玉木丸役のみなせいと小渕沢法、聖役の花沢、かな。ラジオ宇宙よりも遠い場所南極よりも寒い番組に関するカテゴリー。ありがとうございます。